皆さんこんにちは、カモネギ投資家カモオラレです。本日は今週注目を浴びた銘柄を一つご紹介したいと思います。かねてよりですね、機関投資家の間では潰れるんではないかと噂の懸念銘柄の一つだったんですけれども、こちらが株価吹き上げたということで、当然懸念しているぐらいですので上司投資対象から外していたわけですけれども、外しているとなるとその銘柄が上昇したときは運用成績マイナスに影響しますので、懸念銘柄の一つがというふうに少し物悲しそうに新入り君に訴えかけています。ということで本日ご紹介する銘柄なんですけれども、ジャパンディスプレイですね。以前当チャンネルでも倒産懸念の銘柄としてご紹介しましたけれども、新製品を発表したということで材料視されて非常に株価を吹き上げる結果となりました。週末にかけては少し落ち着いてきているんですけれども、実際この新製品による売上への効果が今回の株価の上昇に見合っているものなのかどうかというのを分析してみたいと思います。そして2つ目のテーマでですね、株価が加熱しすぎているのか、および前回動画でご紹介した倒産確率の計算について、この懸念が払拭されるぐらい財務効果が得られるのかということを検証していきたいと思います。それではまずジャパンディスプレイの株価動きについて乱高下している様子をご覧いただきたいと思います。こちらのグラフはですね、約1ヶ月のグラフとなっていますけれども、もともと40円台前後を推移していた株価ですが、3月末に先ほど申し上げた新製品の発表がありまして、この時発表直前44円だった株価ですけれども、4月の4日にかけてですね、大幅に上昇しまして 70% 超の上昇率となりました。これで一番高いところで76円をつけたわけですけれども、その後は少し落ち着いてきてですね、60円台前後を推移しているという形になっています。少し落ち着いてきてと言っていますけれども、これでも 10% 以上のインパクトある値幅ですね。それでは早速本日一つ目のテーマですね、新製品新しいディスプレイについてご紹介したいと思います。具体的な技術に関しては理系ではないのでわからないんですけれども、第6世代 TFT と呼ばれるディスプレイを開発したということで、こちらの新しいディスプレイですね、どういったものかと言いますと、従来のものよりも高精細、省電力、大型化が容易になるもの。そしてどういった用途があるかと言いますと、流行りの VR、AR、こちらで映像リアリティの向上なども見込めると。これにとどまらずですね、従来のウェアラブル商品、スマートウォッチなどにも使えるようなパネルになっています。この新商品なんですけれども、会社の発表によりますと、25年度に250億円、26年度に500億円の連結売上高を計上できる新商品の開発だということです。そしてこの新商品なんですけれども、24年度から量産体制に入るということですが、この新しい商品を作るにあたってですね、既存の生産ラインで実現が可能ということで、必要な追加投資というのが10億円以下と、ほとんど追加的コストが発生せずに収益だけが手に入るといったような魅力的な新商品と会社は主張しているようです。ただ注意していただきたいのが、この250億円500億円という数字なんですけれども、この第6世代 TFT に加えてですね、開発中となっている有機 EL も含めた売上高計上の予定となっていますので、もしですね、今後この開発中の有機 EL も開発成功しましたとなって株価が吹き上げるとなると、これ同じ数字をダブルカウントで好材料として材料視してしまうことになりますので、そのあたりはですね、投資する場合今後注意が必要となります。それではですね、今申し上げた250億円ってやったり500億円という数字がどれぐらいのインパクトになるかというのを、まず過去の財務データを見てから将来の売上予測をしてみたいと思います。過去の財務データですね、こちらご覧いただきますように、売上高と純損益並べていますけれども、2018年から5年間ですね、売上高綺麗に右肩下がりになっているのがお分かりいただけると思います。一方でですね、純損益、益の年ないので純損失なわけですけれども、こちらも綺麗にですね、右肩上がりになっているんですね。これ不思議な現象起きているわけですけれども、どういうことかと言いますと、ジャパンディスプレイの売上原価高すぎてですね、売上高が高ければ高いほど損益が膨らむということで、商品を売れば売るほど赤字が膨らむという経営体質だったわけです。ですので、直近2022年、こちらは予想の数字なんですけれども、2910億円程度の売上で、赤字幅マイナス85億円と非常に圧縮できている。売上高を5年前から4000億円以上削減したことによって、純損失が2300億円圧縮できたということですね。このデータを見るだけで懸念すべき企業だなというのは、
感じていただけるかと思います。まあ、それでもですね、ちゃんと5年かけてですね、純損失を圧縮してきたというのは、まあ、一つ企業努力ではないでしょうか。それではこの状況を踏まえてですね、今後の財務予想、先ほどのディスプレイなんですけれども、新製品の効果がどれぐらいの財務に対するインパクトがあるのか、先ほど申し上げた通り3年で想定売上が250億円ということですので、まあ、これをですね、だいたい営業利益に直すとどれぐらいになるかと考えたときに、まあ、50億円ぐらいかなと。まあ、なんでハテナになるかと言いますと、この過去の財務データを一つ前見ていただいたときに、売れば売るほど赤字が膨らむと、まあ、そういった特殊な経営事態になっていますので、営業利益率というのが計算できないわけですね。まあ、ですので一般的な同業他社って考えて、まあ、さらに生産ラインを整えるのにほとんど追加費用が発生しないということなので、非常にポジティブめに大きめに見積もって、まあ、50億円あるいは数十億円という形に見られるのが一般的コンセンサスとなっています。まあ、そうするとですね、これから将来の売上高予想と営業損益予想を見ていただきますと、まあ、実際ですね、2022年決算の発表がもうすぐありますけれども、そこから3年先の25年度ここに対する250億円を予想するというのはちょっと先すぎて、まあ、この特殊な企業に対して難しいんですけれども、まず足元 1,2 年後ですね、23年24年のところ見ていただきますと、まずはこの現状足元の純損失、これがゼロ近くまで圧縮できたという売上高の規模ですね、2900億円ちょっとという売上高、まあ、この状態からですね、少しずつ売上高というのは、まあ、基本線はこの水準の規模なんですけれども、少しずつ膨らましていく、まあ、そして同時に営業損益というのも増えていくという、そういった健全的な経営の形が実現できることが、まず先に注目するべきポイントになるかと思います。まあ、これでですね、24年度50億円程度営業利益が計上できれば、まあ、非常に立て直してきているというのが顕在化してくる。まあ、ですので25年の250億円売上というのを、まあ、この後ですね、達成できれば3年後には100億円ぐらい営業利益が発生させられるような企業になるかもしれないというような期待ですね。まあ、ただその前提として、今申し上げたこの2つの徐々に右肩上がりになっている矢印、これが実現できるということを先に確認したいという状況です。まあ、そしてですね、この前提があった上で営業利益50億円が計上できるような新製品であるとすれば、どれぐらいの株価へのインパクトがあるかと言いますと、50億円の利益上乗せというのは EPS 一株あたりの利益ですね、これに換算すると4円ですね。しかも EPS 計上するときは純利益となりますので、営業利益ではない、つまり4円に達しない程度ということになります。そうするとですね、先ほど見ていただいたジャパンディスプレイの株価推移、製品発表前が44円となっていたものに対して、発表後に76円、そして少し落ち着いて60円台とはなっていますけれども、まあ、その差を取ると20円30円上がっているわけですが、まあ、これがいかに過熱しているかというのは、この4円という数字を比較していただいてもお分かりいただけるかと思います。それではですね、今回2つ目のポイントとなります倒産確率について、以前の動画でジャパンディスプレイに絡めてこのような評価式というのをご紹介しました。信用リスク、まあ、つまり倒産確率ですね、これがどれぐらいになるかというのを5つの財務データを使ってそれぞれに重み付けをして数値を計算する、まあ、この式自体はアルトマンの倒産スコアというような名前がついています。まあ、ですのでジャパンディスプレイに限らず、いろんな銘柄でこの5つの財務データ計算してそれぞれのケース重みをかけて足し合わせたら、その企業の健全性の評価が数値として現れるわけですね。で、この数値なんですけれども、まあ、全部5つの項目重みをつけて足し合わせて、3を超えてくると健全な企業、逆に 1.8 を下回ってくると倒産に向かっているような危険な企業というふうにアルトマンは表現しています。で、これを前回動画でご紹介したジャパンディスプレイ、その時に計算するとですね、ダントツでベベのマイナス 0.5 ということで、まあ、かなり昔から倒産確率としてはやばい、まあ、ただ政府肝入りの企業なんで生き残っているというような形かと思われています。それではですね、この基準となる 1.8 というのと、ジャパンディスプレイが従前マイナス 0.5 というのを頭に置いていただいて、今回の新商品の売上高、営業利益の向上でどれぐらいインパクトがあるか、純粋にですね、すぐにこの新商品が影響してくるようなところですね、3つ目の営業利益および
5つ目の売上高というところが向上してくるかと思います。それではこの2つの項目、どれぐらいの数値改善が見込まれるのかということを計算してみたいと思います。まずは営業利益の方ですけれども、もともと足元の数字が262億円のマイナスということで、これに対してですね、先ほど50億円と上積み申し上げましたけれども、それに加えて26年度さらに倍増していくというようなポジティブな要素もさらに上乗せしてあげてですね、数十億円と見込まれている営業利益ですが、まあ100億円、まあ、桁のマックス計上してあげたとして、まあ、これに対して F3 の項目は割り算で総資産となっていますので、現在約3900億円というこの企業規模ですね、割り算して、この項目どれぐらい改善するかと言いますと、これでプラスの 0.15 の効果が得られます。まあ、続きまして F5 の売上高の改善の方ですね、これも同様に計算していきますと、まあ、先ほどから何度かご覧いただいているように足元の売上高前期ですけれども3417億円というところになっていますが、まあ、これはですね、単純に会社予想が出している数字を足してもらって、まあ、3年後ではなくて4年後の500億円というのを、まあ、ポジティブに計上してあげて、まあ、これで4000億円弱までいったとして、これも同様に総資産で割り算するとどれぐらいの数値改善が見込まれるかと言いますと、プラスの 0.12 ぐらいの効果ですね。まあ、そうすると2つで合わせて 0.27 ということですので、先ほど申し上げたジャパンディスプレイのスコア、マイナス 0.5、これにプラスの 0.27 をして、まあ、やっとマイナス 0.23 というぐらいですかね。まあ、この数字を見ていただいてもさすがに 1.8 の基準には程遠いですし、まあ、それどころかまだ数式全部足すとマイナス圏のまま抜け出せてないというような状況。まあ、つまりアルトマンの評価スコア的には倒産確率が、まあ、少しは改善するんですけれども、まあ、倒産に向かっているというような範疇から抜け出すほどのインパクトがあるイベントではなかったというふうに考えられます。それではジャパンディスプレイのいつもの銘柄分析でまとめたいと思います。このチャンネルでは銘柄分析の手法として健全性、割安性、成長性、企業規模、この4項目に加えて直近の株価の過熱感、この5項目をABCD の4段階評価で分析しております。また最近の株価相対比較した時に調子がいいのか悪いのかというのもこのパープルの顔のマークで表していますので、よろしければご参考にしてください。それではジャパンディスプレイの能力値評価ですね、見ていただきますと上から DCDDD となっていまして、まあ、倒産懸念の銘柄となっていますので、このような評価になるのは致し方ないかと思うんですけれども、一番下のテクニカルの評価も0ということで、まあ、いかにですねこの44円から76円に 70% 以上上昇したというのが凄まじい加熱具合であるかというのがお分かりいただけると思います。ただですね、右側のチャート、青線がジャパンディスプレイで、オレンジや緑が日経平均とトピックスなんですけれども、まあ、凄まじい勢いでゼロに向かって張り付いていっているのがお分かりいただけると思います。で、一番右側のところのちょこんと少し上がっているところが今回の上昇によるものですけれども、まあ、長い目で見てしまうと、まあ、こんな風に株価はずっとゼロに向かっていってるという形ですね。まあ、ということで動画総括しますと、今回の新商品の開発なんですけれども、規模の割には株価に対して過熱感が強すぎるということで、先にですね3年後5年後見ていくんではなくて、1年後2年後でですね、売上高と営業利益、これがちゃんと右肩上がりになっていくような、まあ、純粋に健全な経営ができるかという道筋をですね見極めていきたいというところですね。まあ、ですので多分ですけれども、この過熱感というのが落ち着いてくるっていうことは、徐々にまた元の株価の方に吸い寄せられていくと考えられるわけですけれども、見込まれる EPS の上昇と比べて株価の上昇が過熱しすぎているということで、またして株かよと、まあ、少し前の動画でもして株みたいな話しましたけれども、まあ、こういった銘柄飛びつくのは非常に慎重になった方がよろしいかと思います。まあ、ただ前回ジャパンディスプレイの動画でご紹介した、まあ、会社立て直しには新製品の開発、これが欠かせないというような内容だったんですけれども、まあ、今回ですね、一つ目の新製品発表して、まあ、その段階でこんな言われようだと、まあ、あまり印象の良くない内容が盛りだくさんだったかもしれないんですけれども、まあ、一つですね、希望を申し上げますと、ここのサイズというところ、まあ、政府の肝入りでいろんな会社からですね、ディスプレイの部門だけを寄せ集めて、まあ、日の丸の製造業スペシャリストみたいな形で立ち上げられたわけですけれども、まあ、そういった過程があるわけですので、技術力自体はいいものがある一方で、株価がここまで押し下げられてしまったことで時価総額が安くなっている、まあ、要するに買いやすいわけですね。株価見ていただいても2桁ということですので、まあ、数千円で100株最低単元株買えるわけです。見方によっては個人投資家にもして株に入るチャンスがあると
まあ、短期売買好む方でしたらいいかもしれませんけれども、まあ、ここまで株価下がってしまって買いやすくなっているという状況ですね。新入君に限らずなんですけれども、まあ、彼はミーティングで上司に報告し忘れたようですが、機関投資家から見ても同じように買いやすくなっている時価総額なわけですね。ですので2つ目のテーマで倒産確率うんぬんとたくさんお話ししましたけれども、まあ、この銘柄実質政府が噛んでいるものですし、まあ、さらにですね、最大顧客としてアップルがいる、途中登場しましたウェアラブルのスマートウォッチというのは、まあ、アップルの製品ですね、まあ、こういったところが噛んでいる以上は非常に強力なバックアップがいるわけです、まあ、そうすると本当にやばくなったと言った時にどこかが買収してくれたり救済されるという可能性が、まあ、考えられなくもないということですね。まあ、ただそれを期待して買うというのはちょっと違うような気もしますけれども、どうでしょうか。まあ、少なくとも70何円で今回のニュースを踏まえて買うというのはちょっと過熱しすぎな気がします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。